こんにちは。先日国体の野球の部、2校同時優勝ということで幕を閉じたようです。天気の関係でこの時期ね、台風なんかもある時期で、数年に一遍ね、決勝戦ができない年があるんですけど、今年も残念ながら、そのパターンということで、土浦日大と仙台育英高校同時優勝で終わったんですけど、私はね、やっぱり仙台育英の、有終の美を飾ったという、ことがね、印象として残ります。夏の大会の決勝戦のカードから始まってね、順当に勝ち上がっての、優勝ということで、今日は育英高校について最後、今年1年を総括した動画を撮らせていただきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。おし、中手のぶしチャンネル。今年ね、国体の初戦でも慶応対仙台育英から始まるってことで随分注目されました。8月下旬にね、慶応が圧勝したんですけど、まだ2ヶ月も経ってない、50日やそこらなんですけど、仙台育英が今度は逆に7回コールド11対0ということで圧勝ですね。もちろん引退してね、気持ちもだいぶ切れたりしてますんで、また出れなかった3年生が出たりするのも国体の特徴で、一概には言えませんけど、その11対0が慶応さんの実力ってことじゃなくて、やっぱりね、こういうゲームになるぐらい育英はやっぱ強いなっていうことです。逆に言えば、あの甲子園の決勝がやっぱり精神状態から球場の雰囲気からやっぱ特殊な状況でやってたので、それを初回にね、プレーボールの数分後に丸田君が一気に慶応に空気を持ってきたわけじゃないですか。それに対するやっぱり慶応の凄さっていうことをやっぱり改めて痛感しましたね。野球っていうのはやっぱり試合の流れって言葉ありますけどね、ちょうどそれこそその頃 SNS で議論になっててね、試合の流れがどうのこうのって言ってる人に、流れなんかない、あるなら言ってみろって噛みついてる方がいてね、私も興味深く外野からそのやり取りを見てたんだけど、最後にどうなったか全然関係ない方が出てきて、最初は一杯のコップの水でもね、流れればそこにね、いろんな障害物あったら流れができて、2つの流れに二股に分かれていろいろするでしょうと、勾配があれば勢いもついてきますよねって、そういうものじゃないですかって冷静にコメントされてて、私はその最後のその方のコメントが一番的を得てると思って聞いてました。野球っていうのは、将棋でね、この間藤井君が八冠を達成しましたけど、将棋と似てるとこあるんですね。相手の出方見て考える時間があるんですね。考えてまた1手打っていく。だから野球で言ったら、同じ1球でも、カウント 1-1 から際どいところに行った球が審判がストライクっていうかボールっていうかによって、1ボール2ストライクと2ボール1ストライクじゃ全然この形勢が変わってきますよね。もちろん次投げる球も変わってくる。そういう点で、審判さんが、公平にされてるんですよ。公平されてる中でゲームの流れを作っているってことも言えるし、例えばもう少し別の角度で言うと、ツーアウトランナー1、2塁のフルカウントになると、ランエンドヒットになりますよね。ボールだったらフォアボールで進塁だし、ファールだったら打ち直すし、フライでもライナーでももうツーアウトですから。そういう点で、ツースルーにしたくなくて、ツーアウトランナー1、2塁ではツーツーで勝負していくってこともあります。カウントがあって投げる球とか打つ手が変わってくるんで、やっぱり私はそういう考える時間があるってことと、そのカウントっていうものがね、ゲームの流れ作ってる元だと思いますよ。はい。よし、ナイスバッティング。もう入らんな。歩くことも考えねえからに。めっちゃ可愛い。ちょっと話元に戻しますけど、そういうことで決勝はゲームの流れが完全に慶応に行きましたけど、今回はもうね、育英が寄せ付けなかったと。
で、寄せ付けなかった象徴が、まあ、11点取ったこともすごいですけど、やっぱね、ゼロに抑えるっていうのがすごいと思います。野球に、まあ、ある方がね、勝つは偶然、負けるは必然っていう言葉をおっしゃる方がいるんですけど、これももともと将棋の方の言葉だそうですけど、得点って結構ね、やっぱ、相手のミスとか、そういうものがないとなかなか10点は取れないです。自力で取れるのは5点取れればいいんじゃないですか、力あるチームでも。そういう点では極めて、まあ、偶然性もあるんです。ただね、完封はね、偶然できないです。ちゃんと実力ないと、ストライクゾーンで投げ込んでて27のアウトを取るっていう点において、やっぱり必然的なものがないと完封はできないので、そういう点ではやっぱし、私は育英ここの強さの必然性っていうのはその完封にあったんじゃないかと。で、その完封できた力っていうのはまあ誰もが分かってることですけど、投手陣ですね。育英の投手陣っていうのをね、やっぱり私が一言言うなら、彼らのレベルはね、高校野球に大学生が混じって投げてるようなもんです。あのスピードから、やっぱり変化球のキレから、そういうことも含めてね。だから高校生に打てつってもね、難しいですよ。大阪桐蔭がね、夏の大会前に、まあ、日体大学さんなんかに行ってオープン戦やってますけど、結局そういうことですよね。そのレベルのピッチャーのボールを見て、夏の甲子園に準備したいということだと思うんで、まあ、そういうピッチャーを持てた育英、これが今年の育英の強さですね。で、まあ、おまけの話になりますけど、私が夏に育英高校行った感想をね、まあ、秋季大会終わったら今後、だんだん喋っていこうと思うんですけど、今日先行して、ちょっと喋ると、やっぱり私興味あってね、投手陣どうやって育成してるか見たいなって思いで、仙台育英に行ったことは事実です。で、行くとね、監督さんとももちろん喋るんだけど、私ね、今までいろんな学校行った時もそうだけど、実際にやってる子供たちの意見、感想を、聞くんです。子供が言ってることが真実なんで。もちろん監督さんの意図を 100% 理解しているわけじゃないんで、その辺のズレとか、まあ表現力も、まあ、つたないところが高校生まだあるし、そういうのも差し引いてですね、理解力も含めて子供たちの意見を聞くんですけど、まあ私が印象に残ったのは、投げ方とか、例えばウエイトトレーニングの仕方とか、あれをやれとか、これをやれっていう指示は一切ないですということですね。まあこれはその日オープン戦だったんで、私が見てるネット裏に、まあ BSO とかスピード感を測る高校生が、投手陣の子がね、投げてない子が来るんです。その頃に聞いたんですけど、なるほどなと。それともう一つは、ブルペンで投げてる時に監督来ません。監督は常に野手の方、バッティングとかそういう守備の方とかそういう方を見てるので、これも驚きましたね。私がかつてね、訪ねた、公立高校で36回も甲子園行った福井商業の北野先生って方がいらっしゃるんですけど、すごいんですよ。20年連続決勝進出ってことでね、本当に負けない野球をされた方です。この話すると必ずね、いや、福井って30校でしょって言う方いるんですけど、私よく言い返してたんですけど、当時、東邦学園が全国優勝した後ぐらいで、静岡県の西部地区大会っていうのはちょうどそのくらいの参加校なんですよ。じゃあ、こっから菊川がいくら全国優勝したかって30年間西部大会で決勝出れると思うって。そのくらい勝ち続けるっていうのは難しいことで、これは参加校の数の問題じゃなくて、みんなに標的にされながら勝ち続けるっていう、ここの部分も含めて、やっぱり野球の土台がしっかりしないと勝ち続けることはできないわけで。じゃあ、その北野先生が、なんでこんな強さが長続きするんですかって私が聞いたら、ああ、もう公立高校はピッチャーだから。ピッチャーがブルペン入ったら、俺はブルペンから絶対離れないよと。まあ、バッティングも見ない。守備もしない。ピッチャーが投げてるうちはピッチャーしか見ない。これが私が福井商業を作った方法だよって教えてくれましたけど。はい。まあそういう投手陣の充実っていうのが高校野球によってすごく大事だってことを教えてくださったんですけど、それを私学のスカウティングの中でやってるのが菅先生。ただ、ブルペンに来ないっていうのは驚きました。この点は監督に直接聞いてないんで、あれなんだけど、まあ子供たち言ってるんで、まあ実際そうなんでしょう。ただね、私もね、若い頃、智弁和歌山行って、当時全盛期だった高島先生の指導を見たときに、やっぱり自分が思ってたような、教え方とか練習の仕方は全く知らなかったです。だから強いチームって、我々の想像を超えたところの意識でいろいろやってるので、
勝てない人ほど細かいことをガチャ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 言ってることが多くて、勝ってるとこって非常にシンプルな考え方で、ただそのシンプルな中にすごく信念を持ってやってるのが強いチーム。だから育英も、あ、そうやってやってるんだって納得して私は帰ってきたんです。うん、OK。よし、上先生と例えばピッチャーの話したときに、コントロールの話になってね、いやうちはもうストライクゾーン4分割ですよって、それ以上細かく投げろなんて言ってませんって言ってましたけど、それもすごくなるほどと思ったですね。あの20年以上前にプロ野球の大魔神佐々木さんがね、もう4分割ぐらいしか狙ってないよって、場合によっては2分割だよって言ってるのをどっかで私が見て、へえと思ったけど、その4分割っていうのは大雑把ってことじゃなくてね、腕を振って投げ込んでいくっていうこともまず一つあるし、もう一つはその4分割っていう大雑把の中に、その4分の1にはしっかり投げ切るっていう精度、意識、投げ間違いをしないっていうことを、そこまで行間の入った4分割だと思うんですよ。きっと末先生もそういうことをおっしゃってると思う。実際ね、あのオープン戦で、ベンチから末先生がピッチャーに、もっとピッチングをデザインしろって声かけてたんですよね。すごいおしゃれな言葉だと思うけど、要するにそれはあのただ投げるんじゃなくて、お前の今のピッチングに流れとかストーリーっていうのはあるか、意図はあるかって聞いてると思うんですよ。さっきのワンワンからの1球の違いで形勢がひっくり返るでしょ。そういう時に投げ間違い絶対しないで投げろよっていうこともそこに含まれてると思うんで、あ、球速球速って言われるけど、こういうことをスタートの新チームの段階できっちりやり始めてって、スピードは勝手についてくるからって、そういう表現されてましたよ。あ、強さの一端を見た気がしましたね。はい。ということで、まあ話がずっと言ってもなんなんで、この辺で終わりにして、また機会があったらお話しします。育英高校の今回の国体の優秀の美を飾ったことに関して敬意を表するとともに、一本動画を撮らせていただきました。はい、じゃあ本日は以上になります。